なの。別れましょうね。さらりと水にすべて流して、心配しないで一人きりは。子供の頃から慣れているのよ。それでもたまに。サルビア逃げた恋の花びら、一つ二つ甘い思い出、幸せだった赤いサルビア。こんな雨の夜更けはいつもちょっとセンチになるの。愛してる人とはなぜかしらダメなの、結ばれないのね。世の中なんて
赤いサルビア、燃えた恋の花びら、夢で咲いて嘘で散るのよ。私は一人赤いサルビア、髪を切ってみたのよ。恋に弱い女心を断ち切るように、部屋に煙が染みちゃうまぶたに、大人ですもの構わないでね。涙じゃないの赤いサルビア、悲しみに散っても胸にきっと咲くでしょう。春は来たなら恋と一緒に。ところでいよいよ明日3月10日からの新幹線ひかりは1時間に1本、この開業によって長いこと親しまれていた数々の特急が廃止されます。特急ツバメ、特急ハト、特急塩路、特急カモメ、去るもの、新しく歴史とともに歩むもの、ここでも新旧の交代が行われています。東京博多七里間、それは産業社会そして人々の生活の中に新しい歴史の1ページを記す時代の幕開けと言っても良いのではないでしょうか。なお沖縄文化放送では明日のこの新幹線開業を記念して3時から特別番組を組むことにしております。3時から3時50分どうぞお楽しみに。さあそれでは最後に博多の歌を聴いてお別れということにいたしましょう。北島三郎、博多の人。知らないで俺は来たんだ博多の町へ、会わなきゃよかった、会わないで。夢に出て恋の君をしっかり抱いていたかった。
せて行けばしかしかなくさざ波を許してください許してと詫びる姿がいじらしく私たちが1年間に使う石油の実に 99.7% は輸入に頼っています。しかもその石油は高価格となり供給も不安定な時代を迎えています。とは言っても明日にでも原子力などの新しいエネルギーが主役になれるというものではありません。今すぐできることはエネルギー使用の合理化と無駄な使用をやめることです。これからも節約を第一に。エネルギーの台所を預かる資源エネルギー庁からのお願いです。華麗なトランペットの王様日野照正の渡米記念さよならリサイタル。公演は4月14日午後6時半から千葉の郵便貯金ホール。入場券は2500円と2000円。都内プレイガイドで発売中。ダイナミックさんでここで報道部からのニュースです。吉田さん、はい、お願いします。お願いします。自民党主催のいわゆる6万円パーティー出席のため今日大阪を訪れた三木総理大臣は午前10時半から大阪市内のホテルで記者会見をして国会終了後に外遊の意思があることなどを明らかにしました。この中で三木総理大臣は噂されているアメリカ訪問の問題については具体的な計画はないとしながらも今の国会が終わり次第必要があれば行きたいと語り秋の天皇ご訪米までの間に三木総理自身が訪米する意思を持っていることを明らかにしました。このほか自民党との調整が難航している独禁法問題では今度の改正は自由競争の構造的ルールを確立するための最小限の改正で自民党と国民の理解を得てできるだけ早く国会に提出し成立を期したいという決意を述べました。今朝福岡市東区の県住宅供給公社のアパートで引っ越した人が元栓を閉め忘れたことからプロパンガスが爆発して10人が重軽傷を負うという事故がありました。今朝7時過ぎ福岡市東区前田市3丁目の福岡県住宅供給公社のアパート金平団地29棟1階中央部近くで大きな音とともに爆発があって土建業の松岡圭君さん方など3世帯の一部が壊れました。この爆発で松岡さん方にいた土建業井上福美さん47歳が壊れた家の下敷きとなって重傷を負い松岡さんら9人が軽い怪我をしました。また金平団地のおよそ30世帯の窓ガラスが割れるなどの被害が出ました。福岡市消防局などで爆発の原因を調べていますが松岡さん方の隣にいた人が昨日引っ越したばかりでこの人がガスの元栓を閉め忘れたために漏れたプロパンガスに何かの火が引火して爆発したものとみております。ソウル発時事によりますと今日未明ソウル市南部で
土手が崩れ落ち、桂工場の女子従業員宿舎を破壊しました。この土手崩れで20人近くが生き埋めとなって、午前11時現在5人の遺体が発見されています。またこの事故で11人が重軽傷を負っております。テルアビブ発 AP 共同、テルアビブのサボイホテルを襲撃してイスラエル当局に捕まっておりましたただ一人の生き残り、ムッサ・グムハ23歳が8日記者会見して、シリアで訓練を受けたと語りました。グムハはイスラエル南部出身のベドウィン族で、1970年にアルファタのメンバーとなってシリアのラタキアで訓練を受け、事件前レバノンから船でイスラエルに潜入したということです。またグムハはもし捕まったらエジプトのポートサイドから来たと答えるように指示されていた、人質と市民を多数殺傷したことを後悔しているとこう述べております。以上報道部からお伝えしました。あなたが消えてこんなに部屋はうつろに冷たいばかり、虚しい広さ埋めるものは。沢田研二の新曲白い部屋。奥様、牛肉はオーストラリアビーフ、国内ものを問わずご家庭の食卓を豊かにします。どうぞ牛肉をふんだんに召し上がってください。栄養価も高く美味しさも格別です。トゲある噂にクール5の新曲です。噂、それもあなたが さて、ダイナミックサンデーをお届けしておりますけども、ここでこの番組ダイナミックサンデーをお聞きの皆さんに素晴らしいお知らせなんですけどもね、聴取者ご招待のお知らせ、この放送を聞きの皆様を3月23日に富士スピードウェイで行われます、75年富士グランチャンピオン富士300キロスピードレースの第1戦、これ決勝なんですけども、ご招待したいと思います。ご希望の方は郵便ハガキにあなたの住所、氏名、年齢を書きまして、こちらの宛先、郵便番号160、東京都新宿区文化放送、ダイナミックサンデー富士グラチャンレース招待係宛。もう一度言いますよ、郵便番号160、東京都新宿区文化放送、ダイナミックサンデー富士グラチャンレース招待係宛お寄せください。抽選で30人の方をご招待したいと思います。この入場券、決勝の日はですね、前売り券が2500円、はい、大人ですよ。で、当日券ですと2800円なんですよ。それをね、入場券を皆さん抽選で30人の方、ご招待したいと思いますので、ぜひとも早めにお出しいただきたいと思います。郵便番号160、東京都新宿区文化放送、ダイナミックサンデー富士グラチャンレース招待係宛です。なお締め切りは明日3月10日の消印のものまで有効とさせていただきたいんです。ですから今すぐでもね、お出しいただきたいと思います。もうファンの方ならね、もう唾が出るほどね、楽しみなくらいだと思います。3月の23日日曜日ですね。そうですね、決勝の、はい、模様に、ご招待したいと思います、はい。さて、電話の受付2時半から3時半までの1時間、まだだいぶ時間がありますけれども、3時から4時までのテレフォンリクエスト、はい、サンデーリクエストアンナワーですね。何でも結構です。リクエストいただくサンデーリクエストアンナワーへのお知らせですが、今日は末尾が3番4番5番の方、3番4番5番の方、356-8181、 356-8181 番にお寄せになってください。まだ受付までにだいぶ時間がありますけれどもね、今日はどんな曲のリクエストが来るかなっていうのもね、もう何でも結構ですからね毎週毎週末尾宣言しておりますけどもね、3番4番5番の方、今週チャンスですからね、こちらの電話番号間違えないようにお願いします。他の方のところへ行きますとね、ご迷惑かかりますん で、 そうです、ね、東京は03-356-8181。 最近栃木とか群馬とかあちらの方も多いですよ。そうですね、静岡山梨の方も多い。春休みに入りまして、割とリラックスした感じで美人のオペレーターさんがお待ちしておりますので2時半になりましたら、はい、何でも結構です。末尾3番4番5番の方、356-8181、お好きな曲を1曲リクエストなさってください。なお、何か伝言ですとかね、お友達に伝えたいことなんかもありましたらおっしゃってください。こちらの方で、そうです、その仲介をしようと思いますので、お待ちすることにします。2時半まででも時間があります。ちょっと待ってくださいね。新しいアイドル、ジャニーズジュニアスペシャル、熱い注目を一身に浴びてついに登場。恋はいつも利益なる。
スペシャル、ベルサイユのバラ。1975年日曜大工ブーム到来だから、キューストーンギターキット。キューストーンは手作りギター、弾く楽しみに作り上げる喜びがプラス。11日から日本橋三越で始まる日曜大工展、日本の Do It Yourself 商品が一堂に会する大イベント、キューストーンギターキットはそこでも大評判。ラジオはラジオ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 だ。ラジオは今こそお役に立つ生活ニュースです。都心の気温は先ほど15度で湿度が 40% という報告がありましたけれどもね、割にしのぎやすい感じですから、歩行者天国なんかたくさんの人が出てるんじゃないかと思いますけれども、日曜日にもかかわらずお仕事をしている方もたくさんいらっしゃると思います。どうぞそのままでお楽しみになってください。2時の時報です。サンデー名人会。ちょっと時報出ません。2時25秒に今なりましたね。さて今日もサンデー名人会、ゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。今日は橘屋増蔵さん、柳屋カエルさんの落語、そしておなじみ大喜利サンデーお笑い長屋。今日の長屋の住人は橘屋三蔵さん、三遊亭花雀さん、古今亭新駒さん、以上の皆さんです。さてサンデー名人会、ごゆっくりお楽しみください。これがリリーの新曲です。幸せ探し。リリー幸せ探し。トヨタ新東京カローラのびのびセール、さあ何が生まれるか。割ってびっくりの卵がショールームご来場者に。お車の査定を受けると抽選でのびのびバッグがもらえちゃう。トヨタ新東京カローラのびのびセール、3月いっぱいお近くの営業所へどうぞ。端午の王様マランド楽団がやってきます。東京公演は4月9日10日の2日間中野サンプラザです。入場券は3500円から2000円まで。ただいま各プレイガイドで好評発売中。お問い合わせは 357-1111 文化放送へどうぞ。さて今日のサンデー名人会、まずはこの方、橘屋増蔵さんです。今日の出し物はタヌキでございます。どうぞ一席お付き合い願っておきますけど、昔から狐は七化け、タヌキは矢化けなんてことを言って、タヌキの方が一つ化ける数が多い。またこのなんとなしに可愛いのは本タヌキなんてんでね、まあタヌキは恩を返すなんてことを言われておりまして。まあまあ誰だよ一番。うわ何をうわなんでわからねえ話になったのお前。タメさんか。そうタメさんですかね。私タメさんですかね。おい聞いてんだ俺が。おいタツコウか。タツコウかもしれませんよ。クマか。クマかもしれません。なんでしょうね。おいわからねえ野郎だの。おい俺は大体クマ俺嫌いだよ。そう私も嫌いなんだ。そういうあいつ嫌いでね。でもいいとこあるねあいつも。いいとこございます。おめえ太鼓持ちか。おいわからねえ野郎だの。おいはっきりしねえか。はっきりはっきりしていいんですか。はっきりしていいよ。そうっすか。タヌキですよ。おいはっきりしなかった。おいタヌキは今自分何年やってきたんで。親方にご相談があって。相談ごめんくもるじゃねえか。俺はタヌキに相談受けるも覚えねえんだ。蹴ってくんな。あげてくんないと殿隙間から入りますよ。すかしっぺみたいな野郎だな。ちょっと待ったら本当にこんなに夜遅く来やがって本当にしょうがない野郎じゃねえかな。なんだおい、いねえじゃねえか。あれ入ってます。あれこの野郎入ってますって言ってどっから行ったんだ。親方がたった開けた時にね、親方またぐらくもってスッと入りまして
上見たら随分猿股汚れてました。大きなお世話だわい。猿股のここに来たのかい。そうじゃねえんですけどね、私の顔見覚えござんせんか。見覚えござんせんか。何を言ってやんで。たぬきなうなぎなんてみんな同じような顔してんじゃねえかい。見覚えねえの。見覚えないんですか。でも見覚えあるでしょう。ないってんだこの野郎。くどいやるとね、おい、わからねえんだよ。わからないですか。あの私ね、あの実はあの昼間助けてもらった小たぬきなんでございますけど。昼間助け、いや、あの時おめえ人間の子供にこのいたずらされてたあの子だの来そうなんですよ。お前 どうしてやん。なんであんなとこで人間の子供にこの捕まってなんかね変なことされてたんだよ。私はね久しぶりに街中出てきたんですよ。そしたらね人間の子供はこの小回しして遊んでんですよね。だから一人あのこのやめちゃったらそいつにバケット入ってやろうかなと思ったら木の中に隠れて見てたんですよ。そしたらね金棒ってのがこれやめたからじゃあ金棒にバケット入ってやろうかってね、ねえ悪いけどあたいもう一度入れてよってスッと入ったらこの野郎タヌキだって捕まったんですよ。なんで捕まったんだ。あんまりね急いだもんですからね化けるの忘れましてねタヌキのまんまだらしがねえ野郎だなこいつは。そうなんですよ。それでね親方来てね助けてくれたってわけなんですよ。それで穴ぐらい帰りましたらお父っつぁんのタヌキがこれまた知ってましたね一部始終を。バカ野郎、ああいういい親方いたからてめえ助かったようなもんじゃねえか。だらしがないことするんじゃねえんだよ。これから早速何でもいいからな親方のとこ行って恩返しでもしてもらえなんてお父っつぁんに言われましてね、あのずっと来たような感じでございまして。そうかい、なかなかこの野郎義理の手じゃねえかよ。だけどな俺江戸っ子だよ。気持ちで生きてる男だよ。わかった、その気持ちだけ買おうじゃねえかな。今晩まあ遅いんだ帰って寝ちまえな。いや寝ちまえなってそうはいかないんですよ。だってそうでしょ。このまんまねあのぐらい帰りましたらねたぬきの子までこれがバカに評判が悪くなんですよ。あの野郎は恩を受けて恩を返さない、まるで人間みてえな野郎だって。おいおいちょっと待ちな、おめえって誰と話してんだよ。よかったですよ。あっ親方人間ですか。でもどっちかって親方このたぬき親父でバカなこと言ってんじゃねえんだよ。だけどおめえの見ての通り俺んとこはな、バラックだよ、貧乏してんだよ。おめえに貸すような布団が一つもねえんだ。一枚の布団をこの柏にして寝てるくらいのもんだからな。そう思って持ってきました。お前持ってきましたったらそうだったらちょっと中入れとかないしょうがないじゃねえか。こんだけ夜遅いんだ、夜露洗って踊ったらお前体に毒だよ。そう思ってもうずっと入ってます。入ってます。お前ほいお前なからかうんじゃないよ。入ってんだったらもう布団なんかこんなでかいもんだ、俺の目につきそうなもんじゃねえかい。私の股ぐらにぶら下がってまして。股ぐらに、あのタヌキのあのなんとかこの八丈敷なんてこと言いましてね、これをねこうざっとかぶって寝るんですけど、これはバカあったかでございまして。そらあったけえだろ。そうかい、お前そのな八丈っての俺聞いたことあるんだけどな、それ実際この広げたの見たことねえんだ。ちょっと見せてくんねえかな。見せてくんないですけど。ダメですよ親方。スケベバカなこと言ってんじゃねえんだよ。ちょっと見せてくれよ。私がダメですよ。だって親方考えてごらんなさいよ。お父っつぁんは大人だから八畳ちょっと広がるんですよ。私は子供でしょ。この前こっそり広げましたらねほんの4畳半なんですよ。悔しいからねくわえて引っ張ったら目回した。そんなものくわえるやつあるかよおい。まあまあいいやな、きたきたに、どこでもいいから寝ろ。かわいいじゃねえかね。こうやってなんかあったか丸まってよ、恩を返そうなんて来てざっとこの頭にねって。なんだおい、タヌコ、おい、お前どうでもいいけど大きな目を開けて寝てんね。おい、これがタヌキ寝入りでバカなこと言うんじゃねえやなんてんでね。まあその晩は枕につきましてカラスカーで大わけ。タヌコはてと親方に恩を返そうなんてんでね、まあ朝早く起きましてそこいらをすっかり片付ける。ご飯の支度をしましてまたこの親方寝てろね。何の苦労もないってのはこの親方のこと言うんだね。ちょっと親方起きてくださいよ、朝なんですから。親方、すっかりよく寝ちまったな、本当に。なんだもう朝かよ、おい、こんなに朝ぐだぐだ、本当に。あれなんだてめえ、どこの子供さんだよ。やですよ、親方、ゆうべのタヌキなんですよ。だってそうでしょ、人間のねうちにタヌキいるなんてのは変なもんですからね、こうやってね化けたんですけどね。うまいもんですよ。どうすか。
愛してるの、わ
二人は会った。コーヒーが冷めない前に、この心伝えたい。今すぐ愛してよと。何かが始まるような不思議なときめき感じて、小雨の炎を見つめてた。青い青い黄昏、あの人は私を見て声かけてくれないけれど、この心わかるでしょ、今すぐ愛してよと。の扉を閉め、その心揺れていた。今すぐ愛してよと。何かに惹かれるよ。冷めないまに、その心燃やしたい。今すぐ愛してよと。私の唇、銀色の雨の中、小さな傘が一つ、触れ合う指が愛に燃える。あなただけ見つめて歩いていた。あなたが夢見る私になりたい。銀色の雨の中、しずくが胸にしみる。信じてゆける二人だから、あなただけ見つめて歩いていたい。
教えてくれたの。愛する喜び、恋する苦しさ。銀色の雨の中、ため息だけが熱い。初めて咲いた花のように、あなただけ見つめて歩いていたい。デビュー曲の夕べの秘密、恋のときめき、初恋の人、海が見たいの、五番街の店、銀色の雨、小川智子さん。こんにちは赤ちゃん、あなたの笑顔。こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声。その小さな手、つぶらな瞳、初めまして、私がママよ。こんにちは赤ちゃん、あなたの命。こんにちは赤ちゃん、あなたの未来に、この幸せがパパの望みよ。はじめまして、私がママよ。二人だけの愛の印、健やかに美しく育てと祈る。こんにちは赤ちゃん、お願いがあるの。こんにちは赤ちゃん、ドキドキはパパと、ほら二人だけの静かな夜を作ってほしいの。おやすみなさい、お願い赤ちゃん。おやすみ赤ちゃん、私がママよ。雫を百まで数える寂しがりや、窓のガラスに似顔絵描いてる寂しがりや。恋は何色、嘘の色、嘘は何色、夢の色、夢は何色、涙寂しいところで、あなた一緒に飲んでくれませんか。胸のどこかにピエロが住んでる寂しがりや、人の前では陽気に騒げる寂しがりや。
恋は何色、罪の色、罪は何色、夜の色、夜は何色、涙色、涙色。名前も知らない夕焼けの街、そんな寂しいところへあなた一緒に行ってくれませんか。寂しいところへあなた一緒に行ってくれませんか。Señorina, señorina, 月夜の晩だよ。Señorina, 出ておいで。白い肌を金色に染めて朝まで踊ろうよ。誰にも内緒で、誰にも内緒。Buenas noches, señorina. Señorina, 恋を教えてあげよう。La la 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 la. Buenas noches, señorina. Señorina, 窓から静かに。Señorina, 出ておいで。二人だけの入り江には青い小さな船もある。誰にも内緒で、誰にも内緒で。 Buenas noches, señorina. 恋を教えてあげよう。Buenas noches, señorina. Señorina, お家にお帰り。Señorina, 朝が来た。月の夜にまた会える。僕の夢だけ見ておくれ。誰にも内緒で、誰にも内緒で。Buenas noches, señorina. Señorina, 恋を教えてあげよ。Señorina, 恋を教えてあげよ。恋を教えてあげよ。